ステバン・ヨベティッチ、ステバン・ヨベティッチ、1989年11月2日イは、モンテネグロ・ポドゴリツァ出身のサッカー選手。リーグアン、エースモネコ所属。ポジションは、FW、モンテネグロ代表。2000年から2003年まで、ムラドスト・ポドゴリツァのユースチームで育った。2003年、ヨベティッチが13歳の時に、パルチザンベオグラードに加入。 株組織に在籍にながらも2006年4月8日に行われた国内リーグ戦の対ボストバック戦において才能を見抜いていたトップチームの有限レーバー監督によってわずか16歳でトップグにデビューした2007年8月2日には UEFA カップ NK ズリニスキ戦においてハットトリックを達成5から0の勝利に貢献した同月 パルチザンベオグラードと正式にプロ契約を結んだ。この頃にはすでにヨベティッチの名は、その才能とともにヨーロッパに認知されており、10月頃にはマンチェスターユナイテッド FC やレアルマドリードといったビッグクラブが獲得に動いていた。2007年12月にはイギリスの大衆紙であるザサンにヨーロッパにおける20歳以下選手のトップ20に選ばれている。 2008年1月には、レアルマドリードの練習に参加し、ループシュートを決めるとなどその、大物ぶりを見せつけた。パルチザンは、ヨベティッチを引き止めるために、あるいは遺跡金を引き上げるために、同時期に、冬の遺跡市場で、ボルシアドルトムントへ遺跡していったキャプテンのアントニオ、ルカビト後釜に18歳のヨベティッチをキャプテンに据えた。セルビアのリーグ戦では17試合に出場して11ゴール。 合計60試合で24ゴールを記録した。2008年2月にアッコフ・フィオレンティーナのスポーツディレクターであるパンタレをコルビーノに誘われメディカルチェックを受ける。その前月にレアル・マドリードの練習に参加しており同クラブに移籍が確実だと思われていた最中であった。同年4月に正式にサインを交わした。移籍金は800万ユーロ。コルビーノは 資金面では及ばない他のビッグクラブとの差異をアピールするために、ヨベティッチと両親を一週間フィレンツェに招待しがいの美しさを訴えた。彼らは街の美しさを称賛し、素晴らしい住まいやトスカーナ料理を絶賛、フィレンツェ市民の愛情に夢中になったという。2008から09シーズンが始まると、チーム内で絶対的なエースであるアドリアンムトゥの控えというポジションでスタートした。 後半戦は、ムトの怪我による長期離脱もあり、出場機会を増やし、2009年4月5日に行われたカンピオナーとのアタランタ戦において PK により、セリエ A 初得点をする。試合に出場すれば、随所に才能の片鱗を披露したが、得点に結びつけることは困難であり、遺跡初年度はリーグ戦で一得点するに止まった。2009から10シーズンは、 開幕時から好調ぶりを披露する。2009年8月26日には UEFA チャンピオンズリーグの予備予選の対スポルティング CP 戦においてチームを本戦に導く同点ゴールを決め続くカンピオナートでのパレルモ戦サンプドリア戦と続けざまに得点を記録遺跡1年目の懸案であった得点を量産する。同時期にはムッツの不調や怪我 またチェーザレ・プランデッリ監督が呼べティッチを活かすシステムに本格的に変更したことなどから出場機会を増やしている。2009年9月30日に行われた UEFA チャンピオンズリーグのリバプール戦ではドッピエッタ2得点を記録しチームの勝利に貢献した。その後は怪我によりシーズン前半戦の約半数を離脱したが チャンピオンズリーグなどの活躍により12月には2009年のモンテネグロ年間最優秀選手に選ばれた。2010から11シーズンは8月に行われた。プレシーズンでのキャンプ中に右膝じ帯を損傷し、全治8ヶ月と診断された。2011年の春に復帰する予定だったが、完治の目処が立たず、結局このシーズンは公式戦出場はゼロに終わった。 怪我は6月にようやく完治し4日のブルガリア代表戦で復帰を果たした。2011から12シーズン開幕前のキャンプ中に新シーズンの副キャプテンとなることが公式に発表された。同シーズン中の10月31日にクラブとの契約を2016年6月30日まで延長したと公式に発表された。2012から13シーズン終了後、 遺跡を死亡し、ユベントスやアーセナルが獲得に動いた。2013年7月18日、ヨベティッチのマンチェスターシティ遺跡がクラブ間合意に達したとフィオレンティナが発表。背番号はパルチザン在籍時につけていた35番を選択。2014から15シーズンはプレシーズンマッチから好調なプレーを見せ、開幕してからも調子を維持していたが、 度重なる怪我に泣き、ついには CL 登録メンバーからも外されてしまう。事実上の戦力外となり、シーズン序盤からイタリアへの帰還が噂され、AS、ローマやユベントス FC、フルスのフィオレンティーナへの移籍が何度も報道された。2015年7月31日、インテルミラノへ1年半の買取義務オプション付きレンタルで移籍。契約には、 レンタル期間が終了した後に2019年までの新契約を結ぶ内容が含まれており、推定遺跡金は合計1500万ユーロ。当初背番号はマンチェスターシティで着用していた35番だったが、マテオ・コバチッチのレアル・マドリード遺跡に伴い、き番号となった10番を着用する子になった。10番はロベルト・バッチョやベッスレース・ナイデルが着用していた番号でもある。 2015年8月23日のセリエ A 開幕戦、アタランタ BC 戦で前半に負傷したマウロイカルディとの交代ピッチに入りインテルデビューを飾り、後半アディショナルタイムにインテルでの初ゴールとなる決勝点を挙げ勝利に貢献。8月30日のカルピ FC 戦でも後半43分に決勝点を記録するなど前半戦か好調を維持していたが、 10月に負傷して以降は失速気味になり最終的にシーズン中に3度戦線を離脱し6得点でシーズンを終えた。翌2016から17シーズン開幕前に監督がフランク・デブールに就任すると出場機会が減少したが2016年9月11日のペスカーラ戦でシーズン初の公式戦出場を果たしたため インテル移籍の際に結ばれた契約条項によって本来の契約より半年早くインテルへ完全移籍を果たした。11月にフランク・デブールが解任されステファノ・ピオリが就任した後も状況は変わらなかった。2017年1月10日、セビージャ FCA シーズン終了後の買取オプション付きレンタルで移籍。買取オプションを行使した場合は1400万ユーロの 移籍金が発生する。1月12日に行われたコパデルレー5回戦。レアルマドリード戦では途中出場で、スペインデビューを果たすと同時に初得点も記録。1月15日には、リーガエスパニョーラ第18節レアルマドリード戦で、リーガデビューを果たし決勝点を挙げた。公式戦7ゴールを挙げる活躍を見せた。2017年8月29日。 エースモナコと4年契約で加入することが発表された。2006年の UEFAU-17、欧州選手権では U-17、セルビア・モンテネグロ代表のメンバーに名を連ねた。セルビア・モンテネグロ代表の解体後は、モンテネグロ代表を選択しており、2007年には U-21 モンテネグロ代表に招集され、同チームでキャプテンを務めた。 2007年3月に初の国際試合に臨むモンテネグロ代表のメンバーとして A 代表に初招集された。2008年8月20日のハンガリー戦で代表初ゴールを記録した。デアン・サビチェビッチ2世と称されるが、ことプレイスタイルは異なる。サビチェビッチはドリブラーであったのに対し、ヨベティッチは得点能力に優れたセカンドストライカーでもあり、ボックス内で、 腰淡々とゴールを狙うテントリアである。そういった意味ではむしろ、ロベルトバッチョに近いと言えよう。フィジカルにも優れ豪快なプレーを持ち味とするが、柔らかなロビングや、相手ディフェンダーが予測することが困難な緩急自在の、ダイレクトパスを操り、また前線からのチェイシングを怠らずメンタル面や、戦術理解度も優れており、現代サッカーに通用し得るモダンなファンタジスタである。 2011年7月から2013年7月まで、フィオレンティーナの副キャプテンであった。負傷が多い選手として知られており、マンチェスターシティ時代には2年間で6回、負傷離脱している。シティ在籍時に監督を務めていたマヌエル・ペジェグリーには、ヨベティッチについて、元らしい選手だが負傷が多すぎたと語っている。5113862461 23,111,35,80、1 5三2 9 4 0 1 3 3 3、2、18,6175,51,19、8、十4 1 2六0 8 6 9 2 3、48,24。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。